株式会社産業革新投資機構は、旧産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法、現在の産業競争力強化法に基づき、設立された、官民出資の投資ファンドである。2018年9月25日に、産業革新投資機構に改組された。根拠法である、産業競争力強化法の改正法の施行に、 ともない2009年に設立された株式会社産業革新機構から改組され2018年9月に設立された前身である産業革新機構が出資決定した案件は産業革新投資機構の子会社である株式会社インクジが支援を行っている産業革新投資機構の投資対象となるのは大学や 研究機関に分散する特許や先端技術による新事業、ベンチャー企業の有望な技術、国際競争力の強化につながる大企業の事業再編などである。投資にあたっては、機構内に設置する産業革新投資委員会が評価を行い、投資対象の決定をし、委員長は社外取締役が務める。また、 経済産業大臣が業務を監督し、一年に一度、事業評価を行うこととなっている。なお、機構の設置期間は15年間である。産業革新投資機構は、実際の経営を担当する、取締役会とそれを審議、評価する、産業革新投資委員会によって構成されている。2018年12月、坂根正宏、取締役会議長や、 田中正明社長を含む民間出身の取締役9人が辞職を表明した。これを受け、同月、経済産業省に JIC についての第三者諮問会合が設置され、伊藤国を一橋大学大学院経営管理、研究科特任教授をトップに、小林栄座の都井藤中商寺社長や藤沢久美ソフィアバンク代表らが委員に就任した。 機構には2014年11月現在で官民が合わせて3000点1億円を出資している。内訳は政府が2860億円、民間企業26社が140億円、個人2名が1000万円である。また機構が金融機関から資金調達をする場合は1兆8000億円の政府保証をつけられるため、 最大2兆円規模の投資能力を持つこととなる。出資金の95%は、財政等融資によって拠出されている。平成21年度投資実績なし、平成22年度12件、309億円、平成23年度13件、2670億円、平成24年度18件、628億円、平成25年度38件、 1700億円、平成26年度末までの累計85件、7993億円、当期以降、公表様式が変更され、投資額が累計となり、また投資の決定、未実行分を含むようになった。平成27年度末までの累計101件、8305億円、平成28年度末までの累計114件、 9846億円、平成21年度から1、292、392000円、平成22年度から3、029、113000円、平成23年度から4、472、92000円、平成24年度から9、794、659000円、平成25年度プラス36、 216,550,000円平成26年度から、8、347,782,000円平成27年度から47,715,899,000円平成28年度プラス1、349,058,000円平成21年度。 投資実績なし平成22年度プラス574、7 7 2七二千円平成23年度から362、0 00 0 3 0三千円平成24年度プラス1、181、9 2十二千円平成25年度プラス526、876、8 3十三千円平成26年度プラス70 1> 1 00 5 0 1 0 0 5千円平成27年度から1億1562万5670千円平成28年度プラス3億6366万9660千円平成28年度末現在1兆2172億円ありがとうございます